エンディング回収していこうかな。千春ちゃんの何もしない日を過ごそう。何もしない。どうしたんですか、肩まったりして。いや、なんでもない。今は様子見でいいだろ。多分何もしないと大体嫌なことが起こるもんね。結局氷室は夕方になって、わあ、ここは変わんねえんだ。あー、今見たらこの手形とか足形とかが一日ずつ増えてってたのかな。だってカーテンの方とか全くついてないもんね。じゃあ今日も何もしない。何もしないのですか、本当に。外に出たら君が危ないだろ。これも君を守るためだ。自分の命が惜しいのではなくて、好きなように解釈すればいい。氷室が冷たい目を向ける。周囲の温度が少し下がった気がした。やっぱり捜査に行くとか何かした方が良かったのだろうか。ブレブレだな、お前はいつも。俺はもう何もしないって決めてんだよ。やっぱ増えてるわ。一日経つごとに増えるんだ。じゃあ今日も何もしない。何もしないのですか。それが正しいと思うのなら構いませんが、あなた顔色悪いですよ。一体何が見えてるんですか。いや、いろんな嫌なものが見えてるよ。何も見えてなんかないよ。少し体が重くて動く気になれない。あ、呪われてんのかな。氷室と手過ごした。何して過ごしたのこれ。もう、え、な、何かに侵食されてんの。氷室の魔法の呪いなの。王女さん、もしやこのまま何もしないつもりですか。は、あなたに声をかけた私が愚かだったということかしら。だいたい何もしないってよくないんじゃないんだね。じゃあ、いや、私は外に出たら危険かなと。そうですか。それでも探偵というのなら行動してほしいものですが。じゃあ何もしないっていう選択肢消してよ。これ以上ここにいても無駄みたいです。私もう行きますね。え、私時間を無駄にする人が大嫌いなんです。それではさようなら、王女さん。来世ではもっとマシな人生を送れるといいですね。え、殺されもしないの別に。心臓が張り裂けるような激痛が走る。その直後私の意識は途絶えた。あ、殺されたんだ。ああ、こんなことなら私一人で動けばよかった。バッドエンド使えない駒。ああ。まあ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 、エンディング回収だからね。こんなもんだよ。お助け探偵事務所。君は前のルートで学ばなかったのかな。何もしないイコールバッドエンドだとね。いや、学んだゆえに。それともあれか、とりあえずバッドエンド回収しちゃおうぜ、イエイみたいなやからか。そうなの。俺そうなの。とりあえずバッドエンド回収しちゃおうぜ、イエイみたいなやからなの、俺って。だが、手っ取り早いバッドエンド回収となると、3日間何もしないのが正解といえば正解。私は許そう。職業柄か、バッドエンドを回収せずにはいられないその気持ち、わからないこともないからね。だが、氷室千春は許すかな。彼女はひどく複雑な事情を抱えた子だ。その精神は虚栄で、なんとか保たれてると言っても過言じゃない。だからこそ何もしないことはもう何も頼るものがない彼女への裏切りだよ。重要なのは彼女を知ること。それが君が生き残れるかどうかに関わるのだからね。さあ、反省したならもう一度、1日目からやり直したまえ。グッドラック。じゃあ今日は家で休憩する。少し休憩しよう。君もいろいろあって疲れたでしょ。自販機で何か買ってくるよ。いえ、水筒を持ち歩いていますので、心配ご無用です。あ、そう。じゃあどこかで一息つくか。適当に座れそうな場所を探して腰を下ろす。操作をしようにも、遺体の身元がわからない限りあまり大きくは動けない。要は極道刑事の連絡待ちというわけだ。氷室ちゃんって好きな子とかいる？沈黙に耐えかねて意味のない質問を投げかける。意味もない上に踏み込んだ話題だよね、これ。どうしたんですか、突然。いや、高校生って言ったら恋バナかなって。あ、そっか。もう、高校生と話すときって困ったら恋バナすればいいのか。浅い JK 知識ですね。残念ながらそういった相手はいません。そう。君みたいなのがクラスにいたらみんな告白する。実際に告白されたことはありますが。あー、なんかオートで進んじゃってる。ちょっと待って。実際に告白されたことはありますが、私は恋愛に興味がありませんので、勉強の方が忙しい。ハズレ、ふふふ。今は秘密にしておきますね。どういうこと？休憩はこれくらいにしましょうか。探偵助手たるもの。捜査に繰り出さなくては。そうでしょ？どうやらこれ以上話すことはないと言いたいらしい。あまり深い話は聞けそうなかった。なるほどね。あ、でもなんか大事そうだな、休憩。じゃあ、家で過ごす。どこにも行かない。正気ですか？ああ、あまり派手に動きすぎるとあれだろ。君のところの階に目をつけられるかもしれないだろう。
あなたが盾になれば大丈夫と言ったはずですが、私が大丈夫じゃないんだよな、それだと。それが一番問題なんだけどな。ただ単に君のことが知りたいだけなんだけどな。そうやっていつも口説いてるんですか？そんなことないよ。まあいいですよ。どんな話が聞きたいのですか？子供の頃の話とか。いつだって昔話をするときは話が弾むものだ、多分。昔の話？面白いかはわかりませんが。小学生の頃の同級生たちは私を恐れているようでしたね。なんか言ってたね、副会長が。ふふ、興味ありますか？ちょっと興味ある。そりゃまあ気になりはするかな。事件よりも私の昔の話は聞きたいなんて本当に物好きなんですね。まあいいですけど。私小学生の頃いじめられていたんですよね。軽いものではありますが。しまった。かなり重い話じゃないかこれ。自分たちと違うことを感じ取ったのか知りませんけど、彼らはあの手この手で私を攻撃してきました。でも凍りつけさせればいいんじゃないの。まあ人間は自分と違うものを恐れる生き物ですから、仕方ないといえばそうなのかもしれませんけど。仕方ないってそれは違うでしょ。でもあの日彼らが私の友人を傷つけようとしたことがありました。何をしても顔色一つ変えない私のことが気に入らなかったのでしょうね。全くもって愚かな話です。それでどうしたの。全員の臓器を一部凍らせました。給食にちょっと工夫をして細工をして、私と友人の尊厳を踏みにじったんです。仕方ありませんよね。怖っ。私はふと6年ほど前にある小学校で集団食中毒が起きたという話を思い出した。おそらくファミレスで私にしたことと同じことをしたのだろう。深くは聞かないでおくよ。あら、いいんですか？私について知りたかったのでは？君がどういう子かは分かったから大丈夫。今の話他人事ではない。ということくらい分かってますよね。子は笑顔で。ああ、本当に恐ろしい子だ。じゃあ、今日も家で過ごそうか。家で過ごす？いいんですか？外に出かけなくて。ああ、外に出ると君の家族に狙われるかもしれないし。それに今は君自身のことについて知りたい。私が氷室千春を知ること、それが事件解決につながり、ひいては氷室自身の壁を溶かすような気がした。私のことですか？何もしないは本当に意味ないけどさ、家で過ごすは今の時もそうだけど結構大事だよね。そんなに知りたいなら教えてあげないこともありませんが、誰にも口外しないと約束していただけますか？もちろんだよ。ああ、約束する。氷室は私がうなずいたのを確認すると、セーラー服のボタンを外し始めた。ちょっと、そういう意味じゃ。なんだろう。あ、何か、そういう、呪いみたいのがかけられてんのか。氷室の鎖骨にある雪の結晶を想起させる勝因。それが何の印なのか私は理解してしまった。どういうことだ。氷室の家紋だ。ふ、何も言わなくても、これが何なのか分かってしまうんですね。この後は氷室家のものである証拠です。3歳、5歳、7歳、計3回肌に焼き御手を当て印を刻む。それがうちの習わしです。いえ、七五三みたいでしょ。妖怪は人に近い見た目のものが多いですからね。人の真似をしてあがるものなんです。といっても共通点は年齢だけですが、氷室が呆れたように鼻で割る。だがその瞳は泥沼のように淀んでいた。彼女がどんな思いで痛みと恐怖に耐えてきたのかは、印付近の柿跡が物語っていた。柿跡。どうして私にミスた？それは何よりも君が隠したかった弱点のはずだ。これ弱点なの？なぜでしょうね。あなたになら見せてもいいと思った。それだけです。本当に？あなたがこの後を見て、なんて言うか、知りたかったからかも。いつだったか父に言われました。この印は、ヨーカーの時に見せろと。権威をひけらかすため、自分が高級品だと知らしめるため、より強い血を釣る餌であり続けるため。こんなもの、氷室の血を残すためだけの道具だと自分で言ってるようなものなの。氷室が勝因に手を伸ばす。思わず傷跡をかきむしろうとするその手を掴んだ。それだけはダメ。いくらその印が嫌いでも私の目の前で自傷行為をさせるわけにはいかない。笑ってる。優しくて勝手な人。あなたって本当にお人よしなんですね。平気で怪異も人も殺せるくせに、懐に入れた相手にはヘドが出るぐらい甘い、矛盾だらけの人。王女を薫る。依頼内容を変更します。変更された。真犯人を探すだけじゃない、私を当主にする手伝いをしてください。氷室家の当主、それは氷室千春以外の血縁者全員を消せという意味だ。残り1日でできるだろうか。いや、それでも
私と地獄に落ちてもいいというのなら、うなずいて嫌ならこのまま。追い出したりなんかしない。それにもう後戻りはできないところまで来ている。今の私は氷室家から見たら誘拐犯、しかも朝霧殺害の事件で御三家をピリついてる。人と会員の均衡はもう限界に近い。今更怖いから降りるなんてのは通用しないんだ。そう、何より私にはもう彼女を助けない理由がない。天敵というにはあまりにも踏み込みすぎた。君の願いを叶えて全部ぶち壊してあげる。名案だろ。あはは。ほんとめちゃくちゃな人。その自信はどこから来るんですか。自己暗示で23年生きてるようなものだからね。根拠のない自信も溢れてくるってものさ。かっけえな王女。氷室、これからは辛くて自分じゃどうにもできなくなったら助けてと言いなさい。私じゃなくていい。敵を勝手に作らないで誰かに頼って。どうしてここまでしてくれるんですか。なんでだろうね。惚れたからとか。違うと思いますよ。なんか安っぽく聞こえちゃうよな今の言葉は。本当にそうかな。少なくとももう私は彼女のことを放っておけない。そういうもんなの。たった3日で氷室と談笑して過ごした。残り1日、彼女の願いを叶えるために生きることにしよう。そういう最後もいいかもしれない。私はそう思った。かっこいいんだけどな。本筋はかっこいいんだけどな。あ、エンディング変わんないのかもこれ。あー、変わんねえのか。なんか中途半端に仲良くなったらダメなんだな。そういうことだよね多分。じゃあ殺さない。いやでも変わんないんでしょ多分これ。ノーマルエンド、交わらない存在。そっか、このルートはダメか。でも、分かったもんね。3日目に何もしないだね。スチルが出たから。じゃあ今回は調査に行く。お、3日やろう。もう一度学校に戻って捜査してみようかな。まだ何かご用が？新聞部で出会った彼、藤野秋春という男子生徒のことが気にかかる。もう一度戻って話を聞いてみることにしよう。まあ、あいつ当主だったしね。あいつは知ってんのかな千春のこと。藤野くんいますか。氷室です。おや会長殿、申し訳ないのですが藤野くんは今不在で。うわ、知らない大人。はじめまして、こういうものです。あ、どうも。何スタンテー、この今永カンナ、マーライオンのようにペラペラ喋らせていただきます。本当にお前探偵好きだな。そしてこの名刺は毎晩舐めさせていただきます。なんで舐めんの。紙として使えなくなっちゃうだろそれ。それはやめてもらえると助かるかな。紙ってそんな丈夫じゃないからな。今永さん、私たちは藤野くんに用があったのですが、どこに行ったのか知りませんか。ああ、藤野くんは家のことで忙しいからと言って帰ってしまったであります。それよりも藤野くんひどいであります。それがしが頑張って調べた怪談話を全部デマだからもう収まるからやめておいた方がいいよって言ったんであります。副部長のくせに生意気であります。部長はそれがしなのに。そっか、いないのなら仕方ない。また何かあればよろしくな。よろしいのですか。ああ、ちょっと気になっただけだから。ロロルイ通販サイト。そうそう、部下はよく知らないけど学校中で流行ってる通販サイトらしくてさ。らしいとかよく知らないとか。だって仕方ないじゃん、僕には開けな。そっか。そう、あの時の言葉が少し引っかかるだけ。やっぱり気にしすぎなのだろうか。タイマシなんだもんね、あいつも。じゃあ今日も調査だ。捜査ですか。意欲的で素晴らしいですね。探偵だからな、調べたいのはロロ類ってサイトのことだ。タイマシにはアクセスできないサイト。でも会員の君なら見れるんじゃないかな。氷室がうなずいてスマホを操作する。するとすぐにヒットしたようで私に画面を見せてきた。あ、見れはするんだ。へえ、意外としっかり作られてるんだな。ロロ類と呼ばれるそれは一見どこにでもありそうな通販サイトだった。ただ普通と違うのは商品の全てが呪具であること。リストに並ぶ名前には私を耳にしたことがあるものもあった。妖刀ケツガ、マジカル G ペン。あ、この傀儡のスポイトはソールドアウトって書いてある。あー、そっか、買ったんだもんね、ミイラが。そのスポイトは朝霧が使用していたものです。やはりこのサイトで購入したようですね。お金を見てみよう。お取引について、会員制度について。お取引について、商品の受け渡しは直接行います。あらかじめご了承ください。詳細はご登録メールアドレスにお送りさせていただきます。直接？結構手間がかかるんだな。もしかしてさ、
あーそっか、でも藤野家がやってるわけないか、そんなこと。だって藤野家に所有されてない呪具がみたいなことを教えてくれたんだもんね、メイドの人たちが。クライが言っていた面倒な手続きとはこれかもしれませんね。で、会員制度ってのは、一定以上のお買い上げをなさったお客様はゴールド会員にアップグレード、様々な特典をプレゼント。詳細はお取引の際にお伝えします。なんだろう、当然だけど取引とか会員とか詳細はぼかしてある。一番いいのは使ってみることだが、この取引に一体どれくらいの時間がかかるのかはわからない。私が死ぬ24日までに取引が行われなければ意味がない。自分で試すよりももっと安全で手っ取り早い方法があります。くらいアイディを使います。彼女頻繁に利用してるようですから。ああ、じゃあもう結構な会員になってんのかな。それにこのサイトの利用者は他にもいます。くらいが使えなくとも他の人間を利用すればいいでしょう。氷室がそこまで言い切るほどのこのサイトは浸透してるらしい。呪具を簡単に手にできてしまう今の状況は非常に危険だ。いろいろ片付いたらこのサイトの処理のことも考えなくてはならない。それにしても呪具のサブスクとかとんでもない世の中になったもんだな。御三家が関係してたらだいぶきついけどな。クライさん入りますよ。私まだ何も言ってないのに。何か問題でも。担当直入に聞きますが、あなた最近ロロ類で何か購入しましたか。なんで知ってるんですか。内緒です。私たちそのサイトに興味があるんです。できれば取引するところが見てみたいのです。あーでも規約に取引は売り子と購入者だけで行うことになってて。でそれが何か。それが何か。クライが生まれたての小鹿のように震えてる。少しかわいそうだが、これも捜査のため我慢してもらおう。わかりました。でも絶対に遠くから見てるって約束してください。ありがとうございます。大丈夫なの？殺されたりはしないの？私たちは一度クライと別れ、生徒会室に来ていた。氷室が言うにはここなら取引の現場を見張りやすいらしい。なんかカメラとかあんの？千春？こんなとこで何してるの？誰？副会長か、ついに。来たな、お前。かやいぶき。家にも帰らずにここで何してるの？あなたの家族はどれだけ心配していたかわかるの？お前もその御三家に関わる、御三家っていうか、そういう氷室家とか御三家とかそういう感じの人なの？いぶき。私はただ自分の疑いを晴らしたいだけ。いぶきだって例の事件は知ってるでしょ。ならわかるはずよ。私が家に帰ったらどうなるかくらい。それは。でも私がかばえばいいだけで、お前にかばいきれるの？私はあなたを巻き込みたくないの。わかってちょうだい。私はダメで、その人はいいの。まあね。いや、あんま言葉を選ばないで言うなら、お前のことが大事だから、別に大事でもない、赤の他人の私に頼んでるみたいな状態では、あるじゃん。ちょっと考えればわかんじゃん。二人の視線が私に向けられる。気まずい。修羅場に巻き込まれた。浮気相手みたいな気分だ。この人は利用してるだけ。信頼だってしてない。そういうことだよね、でも。これは私の問題。伊吹には関係ないことよ。行きますよ、王女さん。待って。いやでもちょっと考えればわかんじゃん。お前のこと大事にしてんだって。氷室が強引に私の腕を引っ張り、教室を後にする。私の腕を掴む手は震えていた。いいのか、見張りが目的だったのに。構いません。でも何の情報も。いいんです。あの伊吹って子が原因。彼女を巻き込みたくないんだ。そうだよね。そういうことだよな。いけませんか。親友の平穏を守りたいと思うのは全然そんなことないよ。伊吹は人間と怪異のハーフで、私のたった一人の親友です。彼女は幼くして氷室家の給仕係としてうちに来た子だけれど、できれば怪異とは無縁な生活を送ってほしいんです。怪異と無縁の生活、氷室自身、自分に関わり続けている限りそんな生活は来ないと理解しているはずだ。それでも親友の幸せを願わずにはいられない。それは。君って意外と人間臭いところがあるんだね。わざわざ人間に擬態してまで学校に通い続けてるのだって、伊吹ちゃんのためなんだろ。擬態してんだ、これって。私はただあの子を理解したかっただけです。そんなにいいところなのかと知りたかっただけ。結局くだらない人間ばっかりでしたけど、少し話しすぎました。どうやらあなたといると話しすぎてしまうみたいです。困ったものですね。言っておきますが、家に戻る気はありませんから。いや、そのつもりもないよ、こっちには。事件解決まであなたの家に居座るつもりですので、どうぞよろしく。いや全然いいよ。だって朝食作ってくれるんでしょ、最高の。
なんと横暴な令状か。その後、クライに塾の取引について尋ねたが、すでに取引は完了してしまったらしい。どうやら私たちが目を離しているうちに終わってしまったようだ。かやいぶきがなんか関係してるわけじゃないよな。関係してないよな。捜査の収穫がほぼなしと言っていい。それでも今日は彼女について知れたことが嬉しかった。そっか。ってことは1日目はデートで、2日目に調査で、3日目はお家で過ごすが正規ルートかな。じゃあ最後も調査に行こう。なんだ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 、バグってんな。なんか文章が出てこねえんだけど。でもなんか話が進んでる感じが出てる。うわ、セーブしてねえんだけど、ここまで。あー、結構何回もやり直してるけど、3日目操作できんぽいな、これ。全エンド回収無理かな、もしかしたら。なんかできねえか。なんか進んじゃってんだよな、これクリックすると。でも文章が出てこねえんだよな。なんかが進んでるわ。操作したら。これが正規ルートじゃないといいけど。何したんだろう。ん?ジョー。ん?何なんだろうね。だってここまでさ、でもなんか文章は出てこないけど、文章は出てこなかったけど、こういうのは出てきてる。バックログは。捜査といっても今回はどこに行くつもりですか?学校、それともうちに乗り込みますか?死にますけど。今日は一度事務所に寄ってから学校と現場を調べてみようかな。事務所ですか?それは私も一緒にということで。ああ、今日は大事な会合があるらしく所長たちがいないんだ。つまりいろいろ物色するチャンスってわけ。普段なら会である君は迂闊に立ち入れない場所だけど今日なら大丈夫だろ。あ、そっか。でも今日は絶対に事務所に来ないでくれみたいな言われてたよね、確か。私には気づけない何かを君が見つける可能性だってあるからね。なるほど。いいでしょ。ついていきます。氷室を連れて事務所の前まで来た。ドアノブに手をかけようとしたとき、ふと視界の端に見覚えのないものが映った。あんなとこに扉なんてあったかな。天門霊能探偵事務所はビルの1階フロアを曲がりしている。同じように上の階にどこかの会社が入っているのも可能性としては全然ある。けどこれまでそんな人とすれ違った記憶もないし、所長からもう何も聞かされてない。それに今の今まで記憶にないという違和感があまりにも不自然すぎる。なぜだか興味をそそられる。吸い込まれるようにその扉に続く階段を上り。で、今か。王女さん?なになになに、夢?あれ、ごめん、ぼーっとしてたってあれ。おかしい、先ほどまで事務所の前にいたはずなのに、いつの間にか自宅に戻ってる。ごめん、いつ戻ってきたんだっけ?何言ってるんですか?今日は家で過ごそうと言ったのはあなたの方でしょ。夢だったの?大丈夫ですか?目の焦点が合ってないように見えますか?なんかされてんの?そう、変だな。少し変ですよ。私も鬼ではありませんから、今日のところは休みましょう。ありがとう。まだ何が起こったのかもわからない。極限が近い。何今の?赤文字なんだけど。誰かに言われたの?4月22日、午後19時56分。生命様がお見えになるまでこちらでお待ちください。これは見たやつだな。なんかバグってんだよな。で、結局氷室もいないんだよね。じゃあ、なんも、ルート的には変わんないのかな。じゃあ、正規ルートと思われるルートを取っていこうかな。まず多分ご飯に誘う。スチルが出たから。で、これでアイスの下りをやる。で、多分次は調査をするんだろうね。で、最後に家で過ごす。で、この刻印を見せてもらって、最終日かな。さあ、どうなるんだろう。でも本当に、追加でここで依頼された通り、他の、氷室家の、候補生みたいなと全員殺してみたいな話になるのかな。でもそうすれば人と怪異が交われないみたいなのを今までのバッドエンドとかノーマルエンドで取ってきたけど、でも手を取り合うことができるかもしんないってことになるのかもね。今日は最後の日だ。いる氷室が。けど最後の朝食が彼女の手料理ならそれも悪くないかなとさえ思う。もうなんかあれなんだね、王女さんってすぐ好きになっちゃうんだね、人のこと。
ただ死ぬ前に彼女を陥れようとした犯人だけは見つけておかないといけない。だって彼女にはもう私以外に頼れる者がいないのだから、死ぬ前に問題は片付けておきたい。姫ロ、事件のことだけど。どうした？君もそろそろ気づいてるんだろ。犯人は、かやいぶき、君の親友だ、やっぱりな。どうしてそう思うんですか？姫ロが泣きそうな顔をして私を見つめる。彼女にも心当たりがあるのだろう。私たちは藤井の家が所持していない、もう一つの、宝珠鏡。性能が反転して他者の能力をコピーする呪具が犯行に使用されたって予想を立てた。けどそのコピー能力は長い時間、そばにいた相手にしか通用しない。そうだよね。ここまではいい。ええ、だから私は家族のうちの誰かだと。それだ、近くにいたものというのが条件なら、何も家族だけが容疑者になるわけじゃない。かやは君の護衛だったんだろう。なら宝珠鏡を使って君の能力を盗むこともできたと思わないか。何しろ君と、彼女は幼馴染と言っていいくらいずっとそばにいるのだから。確かにあなたの推理は理にかなったものかもしれませんね。ただあなたが本領を発揮するためにはもっと詳しいことを知らなければいけないのでしょう。え、知ってんの俺の能力。なぜ彼女が私を狙うのか。残念ですけど私にはわかりません。情報が少ないだけではなく、ここまで大掛かりなことをする意味がわからない。いや、本当にわかんないね。え、マジでわかんない。だって、千春ちゃんのことをさ、今いる場所から助けたいとしてやってるんだったらさ、逆効果だと思うし、いや、もっともっとサイコパスな考え方するんだったら、もうこの今私たちが生きてる世界では千春ちゃんが幸せになれないのなら、そこから解放してやろうっていう、本当にやばい思想してるっていう可能性もあんのか。御三家と氷室家を紛れ込んでまで私を苦しめようとする意味が。そうか、本人を問い詰めるしかなさそうだな。氷室、他に彼女について知ってることはない？生年月日、両親の名前、どこで生まれたかとか。生年月日だけは知っています。2006年1月8日、確かこの日だったはずですけれど、それ以外は知りません。彼女は私に家族のことも生まれのことも話してはくれませんでしたから。確かに親友とはいえ全てを知ってるわけではない。ましてや両親の名前なんてわざわざ聞きはしないだろう。なんか学生時代とかって両親の名前聞いたりするっていうか、なんか流れで出てきたりするけどね。なら、もしも言霊を使う瞬間が来たなら、事件か彼女の能力について解き明かすしかなさそうだ。いぶき、どうして？いや、それがわかんない。俺も意外と冷静なんだな。もう少し取り乱すかと思っていたけど、どうなんでしょうね。受け入れられないけど、どこかで納得してる。納得してんのか。まあでも納得せざるを得ないのか。ただ本当に理由がわからないんです。誰かに脅迫されてるだけかもしれない。いや、どうだろうね。それとわからないことがもう一つ。どうした？どうして私にここまでしてくれるんですか？ああ、俺のこと？昨日も言ったと思うけど、惚れたからですか？そんなとこ。それに最後の一日を君のためだけに使うっていうのもありかもなって。ああ、そっか。まあ、もう今日が俺の人生の最後なんだとしたら、もしも本当に、まあ、ずっとそうやって言われてるから、だったら今近くにいて助けを求めてる人を助けて死のうっていう、そういうことになるのかもしんない。思考回路が、これがありふれた一日だったらこうは思わないかもしんない。は？え？いや、まあでも実際そう、実際これなんだよな。いや、だから人生最後の一日を君を投資にするために使うのもありだなって。あれ言ってなかったっけ、私明日が誕生日で午前4時44分に死ぬんだ。自殺するということですか？あ、そっか、知らねえか。そりゃ知らねえか。あ、じゃあ普通に君に惚れたみたいな、そういうふわふわした話に対してのはじゃないんだ。いやいや、私はまだ死にたくないから、それはない。予言ってやつでね、生まれた時からそう決まっていたらしいんだ。それをそんな顔で言うのですか？しかも今日の今日まで。そっか、伝えないわな。でもちょっと待ってください、少し整理します。いや、でもまだ確定したわけじゃねえんだよな。死ぬ確率が非常に高いってだけで、ただそれに俺は今抗っているから。息吹をどうするかは明後日から考えましょう。今日はダメだし、明日も安全かはわからない。いや、それじゃ遅いんだよな。
そこまで気を使う必要はないよ。私だってそれなりの覚悟があって今日まで生きてきたわけだし。そっか。でもいざそうなって、だってさ、別にその日乗り越えたからって、所長も言ってたけど1日2日ぐらいの誤差が生まれるかもしんないから、いつが安全、完全に安全になるのかなんて分かんないから、今助けられる人は今助けたいわ。明日の4時に死ぬってなっても構わない。問題は終わりに決まってるでしょ。死ぬのが怖くないとでも言うつもりですか。たかが人間が何様のつもりですか。氷室、私は怖いですよ。何もなせずに、誰も見返せずに死ぬなんてごめんです。いや、だからあなたを利用した。周りに味方なんていなかったから賭けに出た。いつあなたに殺されるかもわからなくてずっと怖かった。やっぱそうなんだ、力関係はそうなんだ。私とあなたは違う存在だから手を取り合えるわけない。でもあなたは私を信じてそばに置いてくれたから。私なんかより自分を優先すべきなのに私のことばかり気にかけてるから。まあ王女さんってそういう人なんだよね。だって人と怪は手を取り合えないって言うけど、前のルートではエマと手を取り合ってたから、手を取り合える未来も絶対にあるんだよ。泣いてる。あなたを好きになってしまう。こんなの初めてなんです。心が体が溶けてしまいそうなくらい熱いの。王女さんお願い、死んでもいいなんて言わないでください。好きになられてる。あなたが私のために命を投げ出す必要はない。私はそう思っています。もしも危険だと感じたのなら今すぐ私をこの家から追い出して。いや、もう覚悟決めてんだよな。それはダメ。昨日も言ったように私は君を見捨てるつもりはない。迷惑だとも危険だとも思ってない。だから泣かないで。君は不敵な笑顔の方が似合うんだ。かっこいい。お前セリフ回しがずっとかっこいいな。ずっとキザ野郎だな。わかりました。でも今日だけは無理しないでください。私とずっと家で過ごすこと、何かあっても私を連れて行くこといいですか。ああ約束する。え、とはいえ俺を守って千春ちゃんが死んじゃうとかが一番嫌だよ俺。突如鳴り出したスマホの画面には非通知の3文字が浮かんでる。あれ見たことある展開だな。はい、王女です。ソハルニ、もしもし。いたずらなら、いやー、ソハルニ、千春に手を出すのとかそういう話なのか。何なんだ、副会長か。いたずら電話ですか。さあ、声も聞き取りにくいし誰だか知らないけど。しつこい。そうつぶやいて画面を見ると見慣れた名前が表示されていた。所長だよな。なんか見たことある展開だ。カオル君、今すぐ事務所に来てくれないか。話したいことがある。今日は何を迷う必要がある。これは所長命令だ。この意味がわからないほど君は愚かなのか。それはわかりました。今から向かいます。王女さん本当に行くんですか。ああ、所長があれだけ言うってことは重要な話のはずだ。そうですか、なら私も連れて行ってください。事務所の前でも構いません。とにかくあなたの身に何かあれば守れるようにできるだけそばに。お前私のこと盾にするって言ってたじゃないか。言ってたじゃない。もう今となっては逆になってるぞ。うなずいて外に出る準備をする。いつでも氷室の盾になれるように入念に。嫌な胸騒ぎがする。それでもあの人の命令に逆らうことはできなかった。何が起こるんだ。所長が千春ちゃんのことを殺すのか。じゃあ氷室はここで待ってて、絶対にどこにも行かないで。氷室がうなずいたのを確認して事務所の重い扉を開けた。何、所長。気安く呼び出しやがって。所長、なんで所長いつも死んじゃうの。扉を開けた先には愛用していた椅子に貼り付けにされた女がいた。ああ待ってたよ。ついさっき面倒な会合が終わってね。所長は何でもないように話し始める。そして唯一自由な左手でメモ帳をめくった。聞くな。御三家でいろいろ話し合ってたんだけどね。みんな例の事件を気にしてるようでさ。あ、生きてはいるの。てか意思はあんの。やっぱり目立ちすぎなんだよね。あれは人と怪が交わした契約、その一線を越えてるって結論が出た。三上が殺された。誰に。氷室千春を出しなさい、カオル君。これは御三家の決定だ。たとえかくまい続けても我々は君を地の果てまで追うだろう。氷室を連れて逃げろ。いや、所長かっけえな。今どういう状況なのお前は。氷室千春が危険人物なのは君も理解してるはず。甲斐に情けをかける必要ない。引き渡し場所は氷室の屋敷。来なければどうなるか。わからないほど君は愚かではないはずだ。それと、今すぐ。
私は一人で来いと言ったはずだ。嫌な胸騒ぎがして、気がつけば走り出していた。いや、何、氷室。乱暴に事務所の扉を開き、氷室の姿を探す。いない、扉の前で待っていてと頼んだはずなのにどこにもいない。いや、何が起こってる。突然の銃声に反射的に肩が飛び跳ねる。音の出どころは真後ろ、事務所の中からだった。振り向きたくない、それでも確認しなくてはいけない。探偵は未知を追い求めなくてはいけない、それがあの人の教えだから。え、なんでこれバッドエンドっぽいんだけど、所長。ああ、そういうことか、自ら命を絶ったのか。だからなんだろう、そのなんとかスポイトで操られてエマちゃんルートみたいにならないために、王女と千春ちゃんに迷惑をかけないためにってことなの。うつろな目をした女の手元には拳銃がとメモが転がっている。そばには空っぽになった引き出し、そのすべてが目を離した隙に何があったのかを物語っていた。三上は殺された会合で何かが起きて、所長は伝言を伝えるためだけに今まで生かされていた。これ以上何も考えたくないと視線を落としても、床には肉片と血が飛び散っている。え、所長ってそんな簡単に殺されちまうもんなの？クソクソクソ。受け入れがたい光景にめまいがする。もしもだが、これが私の運命が招いた結果なら、三上所長、そして、氷室もすべて私が巻き込んだんじゃないか。生まれた時から呪われてる人間が呪いを撒き散らさないわけがない。きっと私のせいで私を捨てた両親も、叔父も、仲間も、大切にしたいと思ったものもすべて私が殺した。いや、まだ私には一つ残ってる。氷室はまだ生きてる。真犯人、かやいぶきの目的が私を追い詰めることなら、氷室の死体も事務所の前に放置するはずだ。いや、でもなんかエマが言ってたさ、まあ、エマはこの世界にいないのかいるのか全然わかんないけど、王女の前で大切な人をどんどん殺していくってのは、エマルートでも、この氷室ちゃんルートでもなってんだよな。だが現実は違う。氷室が来ていることを知っておきながら取引の場所を指定してきた。なら奴がこだわってるのは演出だ。何をどうすれば一番氷室を追い詰められるのか。その舞台が氷室の屋敷。効率やリスクを度外視した執着。きっとそれが蚊帳の本質だ。罠でもいい。残された時間があと数時間だとしても、氷室だけは救わなくてはならない。うわ、きつ。物心ついた時から私は道具だった。子をはらむために生き続ける器。氷室の血を残すための延命器具。毎日浴室で鏡を見るたびに自分が何のために生かされているのか思い知らされる。肌に焼き付けられた家紋も見るたびに吐き気がする。嫌い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 、私はこの家が嫌い、私は怪異に生まれてしまった私が嫌い。けれどあの日、父に連れられてきたあの子が私の後を見て綺麗と言うから、もう少し自分を大切にしようと思えた。その子は私とは違って半分人間の血が混じった子だった。その子が学校に行くと言うから私もついて行った。つまらない場所だけど彼女は気に入ってるみたいだった。その子が料理が好きだと言うから私もやってみた。全部凍ってしまうから面白くないけど彼女はそれさえも美味しいと言った。その子が私に隠し事をするようになったから何を隠しているのか探るようになった。いぶきは私と違って幸せになるべき子だから、道具の私とは違う子だから。けど今のままではダメだ。氷室家の従者である限りあの子は救われない。なら私が当主となって帰るしかない。そのはずだったのに、あの日突如として現れたオブジェ。その瞬間、次の展開が脳裏を駆け巡った。氷の花、人と怪異との契約、均衡、御三家と呼ばれる絶え間師たち、全ての点が私の死につながっている。もちろん身に覚えなんてない。だって昨日は生徒会室で朝霧を待っていたのだから、そんなはずはない。誰かが私を陥れようとしている。いや、きっと家族の中の誰かに違いない。道具不正の私が当主になろうとしている。それが目障りだから、適当な罪を着せて絶え間師どもに始末させる気だ。その時、偶然あの女が視界に映った。王女薫、噂でしか聞いたことなかったけれど、あれが神に育てられた人間。言霊使い、こちらの情報がバレたら終わる。けれどこのままでは私の仕業だと勘違いされて殺されてしまう。それでも私はまだ死ぬわけにはいかない。なら一か八かあの女を利用するしかない。死体の身元なんてどうだっていい。錯乱していたと言えば何とでもなる。かわいそうな学生を装う。それで利用して私の盾になってもらえばいい。人間なんてそれくらいしか価値がないのだから。それなのにあの人に惹かれてしまった。みんな惹かれてくじゃん、王女に。うわぁ。息苦しさと喉の不快感で目を覚ます。咳込んだ拍子で喉から何かが吐き出された。それは気まぐれで飼っていた金魚の死骸だった。どういうこと？水槽の湯加減はどうだった？
ペットと泳げてよかったね。まあお前のせいで全部凍ったんだけど。うわあ、そうなの。全然大切にしてねえんだ。徐々に意識がはっきりとしてくる。幼い頃からずっと眺めてきた庭には、父や給仕係だったものが、細切れになって転がっていた。ああ、やっぱり王女さんの言う通りだったんだと思い知る。いぶきどうして？え、なんなのお前。どうして？どうして？どうして？お前いつだってそればかり。親友だと思っていた女が、髪が抜けそうなくらい乱暴につかみ私を水槽に叩きつける。なんなの？お前がしたいことってなんなの？水槽のガラス片が頬を切る。それでも体より心の方がずっとずっと痛かった。まだ死ぬなよ。お前にはまだ役目があるんだから。なんなの？なんなの？お前の目的って。目の前で大事な人間が私に殺されて絶望するって役目がさ。どうしてそこまでするの？私が憎いなら私だけ殺せばいいじゃない。いや、なんなの？え？これを見てもお前たちの罪がわからない。勝因とは違う、いびつでガタついたその傷跡が何の印なのか理解してしまう。なんなの？氷室の家紋。そうだ、これはお前たちが生んだ呪いの印だ。私の母はお前たちに捨てられた人間だ。聡明な千春ならわかるよな。私の母は氷室に捨てられた人間。同い年の同じ印を持つ半分怪異の人間。ああ、そういうことか。うわあ、そういうことか。だから、氷室家は、理想的な、まあ、こいつらの言葉を借りるなら、理想的な道具を作ろうとしてたんだ。それの失敗作みたいな、そういうのに当たるってことなの。それがわからないほど愚かではなかった。あなたの母は父の前妻だった。そうだ。母さんは氷室の血を残すためだけに嫁がされ、そして捨てられた。それでも母さんは氷室を、明憲を愛していた。千春は考えたことある。愛していたのに捨てられた女がどうなるのか。正解はさ、自分の娘が後継者だと信じて毎日毎日、熱した釘で捨てた男の家紋を掘ることで怖。お前の父が私たちを捨てなければこんなことにはならなかった。じゃあ父を恨めよ。なんで私なんだよ。私が氷室の家に送り込まれることも惨めな気分にだって。じゃあ親友じゃねえんだ、最初から。それはタラレバの話だ。それに彼女は根本的なところで勘違いをしている。父は、カヤ親子を愛していたからこそ手放した。私のように血を継ぐためだけの道具にしたくなかったから、ああ、そういうことか。ただそれだけ、それだけなのに、それが起点となって息吹を歪ませてしまった。それだけでも最悪なのに、もっと最悪なのは、氷室。あ、王女が来た。来てしまった私が巻き込んでしまった人が、私が信頼してしまった人が、いや、今助ける。どうも探偵助手さん。警告はきちんと伝わったかな。私との約束を破るとどうなるかってね。え、だってさ、かやいぶきさんがさ、かやいぶきがどんくらい強えのか、その塾がどんくらいすげえのかわかんねえけど、所長とかが簡単にやられるもんなの？いぶきが私を絶望させるためのシナリオを思い描いているのだとしたら、次に言うセリフはこうだろう。千春を助けたいのなら、お前の命を差し出せ。王女カオルは死を恐れていない。彼女はあと数時間の命をどう使うかだけを考えている。いいよ、氷室が助かるのなら何だっていい。え、でもさ、ここでお前が死んでしまったら、誰が守るのってなっちゃうよ。王女さんが手に持っていた札を破く。それは妖刀を権限させるための道具だったはずだ。つまり武装解除。これ以上抵抗するつもりはないとの意思表示。ダメ、それだけは。彼女は、私と伊吹の確執については何も知らない。犯人が伊吹だと言い当てたのもきっと勘でしかない。だから彼女は、自分さえ犠牲になれば私を助けられると勘違いしてる。そうだね。だってこれを聞くまでは、かや伊吹は、千春のことを考えた上での行動かと思っちゃってたもんな。そう、意外と素直なんですね。ああ、よかった。うわぁ、何されてんの？お前も能力者なの？伊吹が指揮者のように腕を持ち上げる。その動きに呼応するように、王女さんの体が宙に浮いた。どうかな？本当に氷でできた生き物みたいで可愛いだろ。あ、そっか。鏡の力で、千春の能力は使えるのか、今。どうかな？私の中に流れる氷室の血と、塾で奪った千春の力すごいでしょ。ただの人間が使うだけじゃこうはならない。
いや、王女さんが苦しげな声を上げる。徐々に頬が赤く染まっていく。腕の形をした氷が彼女の首をミシミシと締め上げる。釣られるように私の息も上がっていき、視界が揺らぎ始める。すべては伊吹が書いたシナリオ通りならきっとこう言うはずだ。千春、大事なんでしょ、この人間が。なんだ、取引しよう。お前が今ここで自殺したらこの人間を助けてやろうじゃないか。なんなんだ、お前。話が違う。人間って本当にバカ。焦ると思考が鈍るって本当なんだ。さあ、どうする。お前が死ぬか、このひ弱な人間が死ぬかだ。あ、でも、打開策はある。だって、言霊を使って、かやいぶきのことは、まだピースが足んないけど、千春ちゃんについてはもう、すべてのピースが足りてんじゃない？絶対に死ぬなとか、使えないのかな？すべてが彼女の思い通り、それでも従わずにはいられない。だってその人はこんな私に手を差し伸べてくれた人間だから違うんだよな。違うぞ、千春。だって王女はお前を助けるためにここに来てんのに、お前が死んだら意味ねえぞ。生まれた時から家柄に縛られ血を引いているというだけで、全てから呪われるような私を救ってくれた人だから、どうするべきかなんて簡単なことは、やめろやめろやめろ、ヒムロ。あ、じゃあ他のバッドエンドでもそういうことなのか。これ全て分かった上で、だから王女が分かってない状態で、ヒムロちゃんはずっとこうしてたのか。伊吹が軽く指を振る。だって、所長から電話かかってきたのも、結局今と同じ状況ってことだもん。ただ王女が全ての謎に迫れなかっただけで。伊吹が軽く指を振る。それと同時に手の自由が効くようになった。自由になった手、目の前にある水槽のガラス片、このまま喉をかっきれという合図だ。王女さん、ごめんなさい、ありがとう。こんな私に優しくしてくれて。ダメだ、ヒムロ。君はずっと当主になるために生きてきたんだろ。いや、でもその当主になる理由も、かやの、いぶきのためなもんね。いぶきのためだったのに。ガラス片を喉元に突き立てる。あと少し押し込めば血が噴き出すほどに。私が死ねば王女さんは助かる。生きてる意味なんてない。私よりもずっと価値のある人が助かる。助かんねえよ、絶対、この状況って。自由になるために、だから。だから私は君の生き方に干渉する。ああ、やっぱり。何を。氷室千春は死を選ばない。気がつけば足を縛っていた縄を切っていた。はい。わあ、わあ。脳が言語を処理する前に体は駆け出していた。死にたい、生きる。もう何も考えたくない、生きる、生きる。もう嫌だ、生きる。生きるがいっぱいになってる。生きる、生きる。生きなければ。深淵のように深い思いが、生への渇望に塗り替えられる。薄っぺらい自己犠牲などなかったかのように駆け出す足は止まらない。すげえな。いや、本当に王女の能力って強すぎるな。生きる、生きる、生きる。めっちゃ生きようとしてる。生きるには王女薫が必要だ。だってもう何も残ってない私にとって彼女だけが唯一の希望なのだから。だから何を犠牲にしても彼女と一緒に生き残る。うわ、めっちゃいいお話だ。その人を話せ。考えるよりも先に本能が攻撃態勢を取れと訴える。長年連れ添った友人を、氷室千春という怪異を陥れようとした獣を殺すために。さっきまで死にたいって顔してたのに、どうして死んでくれないんだ。いや、もう生きるって決めたから。私と母をこんな目に遭わせた氷室一族への復讐のはずなのに、どうしてうまくいかない。裁かれるべきは怪異である奴らのはずだ。なのにどうして私はこんな思いをしなくてはならない。やりすぎてんだよな、お前らって。母から禍々しい鏡を渡されて、内側から乗っ取れと言われた時も、私は黙って従った。嫉妬と劣等感に苛まれながらも、あの子のそばで微笑み続けた。氷室を落とし入れるため、力を手に入れるため、悪事にだって手を染めた。え、じゃあさ、エマルートでお前がめっちゃ悲しんでたのも、私の手で殺せなかったから、私の計画が頓挫したからとか、そういう話なの？わ、かわいい。美咲かやさん、まだ宝珠鏡は見つからないんですか？あなたの仕事でしょ。え、カオルもなの？カオルもなの？カオルもグルなの？宝珠鏡の需要すごく高いの、あなたも知ってますよね。もし隠しているとしたら、早めに吐いた方がいいと思いますよ。あなたはだって、にえ箱行きは嫌でしょ。にえ箱って何？はい。
かやさんは氷室のことが片付いたらどうするかは知りませんけど、うちは一度入ったら抜け出せませんから。ここは目パキってる。なんなのお前。もうぐぐっとお腹の方をくくっちゃってくださいね。出ないと今度は首の方をくくっちゃうことになりますから。うくるってる。はい、私まだ仕事がありますから行きますね。そろそろ貸し出し期限が切れちゃう人がいるんです。まったく人の皮なんて剥いで何が楽しいんですかね。ベタベタしてて気持ち悪いじゃないですか。人間なんてお人形ちゃんの面になるくらいしか使い道がないんですから。あは、腹綿だけに何言ってんのか。ずっとこのヒス女の下についたのだって全部全部千春を殺す算段を立てるためなのに。ええ、朝霧を呼び出しました。彼女例のサイトから何かを買ったようで。知っている。なぜなら私が彼女に呪具を流したからだ。私は呪具のブローカー。この学校にサイトの噂を広め呪具を横流しした張本人お前だったのか。でもそれもこれも目の前にいる女を陥れるためにやっていることだ。だがこの女はそれを知ってか知らずか朝霧を呼び出したという。よりにもよってあの偽善者の朝霧は最悪だ。朝霧はきっと逆上して千春を殺そうとするだろう。それだけはどうしても避けたい。千春を殺すのはこの私だ。他の誰かに殺されていいわけがない。やっぱそういう考え方なのか。なら殺そう。それが手っ取り早い。少し計画が前倒しになってしまうけれどあの呪具を使おう。他者の能力を借りられるあの呪具を。全て千春のせいということにしてしまえばいい。この町は絶妙なバランスで成り立っている。私がそこに少しだけ水滴を垂らすだけで全てが崩壊するはずだ。千春が死ねばきっと私が正当な後継者になれる。そうすれば母さんもきっと他の人みたいに優しい人になれる。毎日毎日熱した釘で勝因をつけられることもなくなる。私もきっと救われる。だから殺そう。朝霧も千春も邪魔するやつ全てを。だって千春は私の生きる意味で目的だもの。ああ、そういう意味か、この言葉も。そういう意味か。自分で死を選ぶぐらい辛い現実を教えてあげる。なのになぜ。いやあ、そっか。なぜさっきまで死にそうな顔をしていたはずの女が血相を変えて駆け出してくる。この女の言葉のせい、脳に直接語りかけるような言葉、これが言霊。先ほどまで絶対に死を選ばせると決心していた私でさえ、氷室千春は死を選ばないと確信してる。あ、他のやつにも干渉すんの。運命すら組み替える言霊、危険すぎる。今ここで千春の攻撃を間一髪でかわせたとしても、王女薫が生きてる限り安息の日は来ない。これがあの天門が隠しておきたかった切り札。スペックさも世のルールも度外視した特殊な言語。その人を話しなさい。あ、綺麗。え、何が起こったの。凍らされたの。自然とそんな言葉が出た。視界に映るその花はキラキラと輝いて、まるで宝石のようで、凍りついているこの感覚さえ心地よいものに思える。相談してほしかった。どうして頼ってくれなかったの。それはあなたが誰も信用してなかったから。それは母さんにきつかあなたを恨み続けろと言い聞かせてきたから、言い聞かされてきたからだった。それはそれは私とあなたが似ているから。頼りたくても自分の弱みを見せることは悪いことだとずっと信じてきたから。そう言葉にしたいのに唇は凍りついて息すら吐けそうにない。さようなら私の親友。さようなら。やっと宿り着を見つけたお嬢さん。地獄からあなたたちが破滅することを祈ってるわ。わあ、救いがねえじゃんこんなの。いやでもそっか、ちゃんとどっかでかけ違えたボタンが元に戻せてたらこんなことにはなんなかったのか。だって千春のお父さんもちゃんと愛してたからこそ取った行動なんでしょ。全部の善意が空回って悪意になっちゃってんだ今。きつすぎる話だな。いいのかこれで。ええ、構いません。頑張ったね。私のその一言で氷室がずっとずっと張っていた緊張の糸が切れた。わあ、そうだよな。氷室が声を上げて泣きじゃくる。それはずっと押し殺していた恐怖や悲しみをすべて解き放ったかのような慟哭だった。しがみつく氷室を抱き寄せて背中を軽く叩く。大昔おじにしてもらったように寝かしつけるように優しく叩いた。王女さん、死んじゃうかと思って、いやありがとう。死んじゃやだ。
ああ、もう日付は変わったし死なないよ。いやー、そっか。氷室の拳が私の頭に激突する。感情が抑えきれてないのがかなり痛かった。今のでもっとバカになるかも。王女さんは前から大バカなので、これ以上バカにはなりません。この4日間でめちゃくちゃに信頼が築かれてたんだ。憎まれ口は相変わらずのようで。なんで来たんですか？どう考えたって危険でしかないの。いや、もう生きる理由が千春ちゃんだったからだよ。共犯者になるって言ったろ。なら中途半端で放り出せないよ。でもあなたの仲間が死にました。これからだって安全というわけではありません。まあね。それに私には敵がたくさんいます。あなただって前よりも危険にさらされるかもしれない。まあ王女さんって能力はめちゃくちゃ強いけど、対策取られたら勝ち筋なくなっちゃうもんね。逆に私と手を組むのは最悪ってちょっと考えたらわかるのに。さあね、勝手に体が動いた。氷室、私にはもう帰る場所がない。これは取引なんだけど、君のところに私を置いてくれる？あ、逆になってる。氷室が目を見開いて口をパクパクさせる。次に出てくる言葉はきっと。そっか。3週間後。はい、アイスコーヒー。どうも。めちゃくちゃ大人になってる。美しい女性になってる、千春ちゃん。時に、王女さんは吊り橋効果についてどう思いますか？吊り橋効果が私たちの、なんだろう、この感情を加速させたのかな。危険な時に出会った相手に対して恋愛感情を抱くっていうあれか。もしかして今の私たちがそうだったってこと？あのね、もしそうだったらここまで付き合ってないよ。君だってファミレスに私と来ようだなんて思わないし、うちにだって泊まりたがらないだろ。あら、これでもあなたの狭いベッド、結構気に入ってるんですよ。君な。まあそれでもあと少しでしょうけど。ふふ、引っ越しもそろそろ考えましょうね。うちの屋敷は結構広いですから、大きい布団を買わないと。ああ、当主になったの。そういえば御三家の方はどうなったんです？あなた、確か投獄院の養子なのでしょ。神に育てられたというくせに、他にも父親がいるなんてややこしい人ですね。もうここら辺の話ってまだ全然わかってないもんね。あれは戸籍上では叔父だから、それなりに付き合いがあるだけで。というか、よく調べてるな、私のこと。氷室の情報も舐めない方がいいですよ。あなたたち側に極楽という情報屋がいたように、私の方にもつてくらいはあるんです。で、なんと。ああ、確か。おい、久々に顔でも出すかと思って戻ってきたら、うちの従業員全員死んでんじゃねえか。何してんの？それにお前、藤野のとこ見に行ったら、じいさん半殺しどころか、1時間ごとにスライスされて、後頭部しか残ってなかったぞ。ポテチか。え、怖っ。何したの？そんな杖の王女さん。ま、側頭葉まですりおろされておいて、2週間も経ては元通りってのが、あのじいさんの恐ろしいとこだけど、どういうこと？怖っ。とにかく話は聞かせてもらうぜ。氷室の方は蚊帳って女の思念っぽいが、会合襲撃の方は気な臭い。どっかの組織が関わってる可能性がある。あ、会合襲撃は違うの？あ、じゃあ所長とかが殺されてんのって毎回違うのか？何なんだろう。なんか所長とかが死ぬ運命が変えられないよね。そのうちお前にも協力してもらうかもな。頼もしいビジネスパートナーができんだろ。できたんだろ。ビジネスパートナーじゃねえんだよな。パートナーなんだよ。だってさ。そうですか。その件もおいおい考えていかなくてはなりませんね。私は君の立場が有利になるように働きかけるつもり。怪と人は共存できるってちゃんと示さないと。それに中立が所長の理想だったからね。それだけは受け継いでいかなくちゃ。もしも共存できないって結論に至ったら？そうなったら私は君の味方をする。誰が相手でも最後まで君のそばに居続けるよ。だって君と私は共犯者だもの。当然だろ。ふふ、ええ、そうですね。ええ、共犯者、いい響きです。この先どんな選択を迫られても、私と一緒にどこまでも落ちてくださいね。氷室は言葉とは裏腹に朗らかな笑みを浮かべる。その瞳に映る未来はきっとこんな風にファミレスで談笑しながら昼食を取る。そんな何気ない日常に違いない。ケース2、共犯者エンド。
未来が怖えぞ、このままだと。あ、ケース3、人狼ルート、消えたい人たち。じゃあ次は三上のルートなのか。ケース何まであんだろ。4月19日夜。というわけで今回はここまでにしよっかな。とりあえずエマと千春ちゃんルートが終わった状態で、多分、エマルートも千春ちゃんルートも全エンド取りながら来てるとは思うんすけど、取れてなかったらすいません。まあ、ここで一旦セーブして、次回、三上ルートを取ろうかな。じゃあ、所長ルートとかもあんのかな？三上を救えるのかな？こっからは。三上も所長も毎回死んでるもんね。というわけで4日後に死ぬ。ここまでしようかな。次回、人狼ルートやっていけたらと思います。